我が国のエネルギー自給率は約 13%。 エネルギー資源が乏しい日本では、そのほとんどを海外からの輸入に頼っています。安定した電気を作り続けるために、火力発電、原子力発電、水力発電、太陽光、風力発電、それぞれの発電方法のメリット、デメリットを踏まえたエネルギーミックスが重要です。女川原子力発電所は再出発します。東北電力。